さあ、地獄を楽しみな。ネバーの恐ろしさ、思い知らせてやる。当然さ、お前は負け犬だ。えっ、どはっうわあああペッおとはああ 終わりだうおシェ久しぶりだな、死ぬのは。これで、終わりか。そうか、これが、これが死か。所詮俺は、死人ってことか。ふっ、はっ、俺の邪魔をするな メモリの数が違う。踊るぞ、死神のパーティータイムだ。お前は当たりだ。なかなか使える。市民諸君、朗報だ。これからお前たちは、不死身の怪物に変わる。はっははは。やるな、仮面ライダー。さすがだ、仮面ライダーの諸君。君たちの精神力は、 私の予測を遥かに超えていた。この女は貰っていくぞ。俺の邪魔をするな過去が消えていくなら、せめて明日が欲しい。だから俺はあがき続ける。ふっはぁせや悪いが俺は忙しい。こいつらと遊んでろ。なかなかしぶといな。だが、 もうすぐお前は負ける。くっ、手こずらせる。ここで使うつもりはなかったが、すべてのメモリの力、今ここで試させてもらおう。はっはは仮面ライダー、これで終わりだメモリの数が違う。ははははは俺が死ぬ。 君たちを捕まえるのには苦労をしたんだよ。君たちの存在は、まことしやかに人々の間で囁かれ続けていた。フレンドオブはフレンド。いわゆる、友達の友達から聞いた話としてね。だから私はこのシステムを使い、人々の記憶の意図を辿っていったんだ。友達から友達の友達、そのまた友達へとね。 そしてようやく君たちにたどり着いたんだ。わかるかいこの苦労が。だから君たちにはカゴの中の鳥でいてもらわなきゃ困るんだよ。餌ならちゃんとあげよう。たっぷりね。敵を倒す達成感。人々を絶望から救う快感。称賛の声。尊敬の眼差し。 大体、現実世界なんてつまらないだろう君たちがいくら体を張って人々を助けても、平和になれば皆全てを忘れてしまうんだ。結局君たちは英雄にはなれない。私に身も心も委ねたまえ、君たちを永遠の英雄にしてあげよう。 そうか。ならば仕方がない。飼い主の意に沿わない鳥を飼いならす方法を考えるとしよう。またいずれ迎えに行くよ、仮面ライダーの諸君。その強大な力に、曖昧な心。危険すぎる。やはり、私が管理しなければならないようだ。胸もねによって心をなくし、 私の忠実なる下僕となるがいい。黙れこれは私の意志による戦いだ誰にも染められてなどいない仮面ライダー、バトライドウォー。